このビデオでは a ーキ h c a d 2 2の断面形状マネージャーダイアログの主要なパラメトリック断面形状関連の拡張機能をご説明します。拡張された断面形状マネージャーを開きましょう。断面形状を選択し、編集をクリックして作図レイヤーパネルを有効にします。水平ストレッチと垂直ストレッチは解明され、 ストレッチ形状変更に統合されましたこのレイヤーは断面形状編集ウィンドウのストレッチ形状変更制御線を表示または非表示にします。新しい交渉幅高さレイヤーは断面形状の幅および奥行きを示す寸法を表示または非表示にします。 これらの値は断面形状編集で設定することができ、幅または奥行き合計の値が断面形状に関連していない、もしくは必須でない場合に使用できます。設定ダイアログではツールヒントからフィードバックを使用して交渉値を編集することができることにご注意ください。新しいオフセット形状変更レイヤーはオフセット形状変更の寸法と 割り当てられた辺と頂点のハイライトを表示または非表示にします構造・下書き及び開口参照の機能は変更されていません新規の形状変更パネルを使用してカスタムパラメータの形状変更を管理できますこのパネルは2つに分かれています以前の水平及び垂直ストレッチパラメータの代わりに上部に幅ストレッチ および高さストレッチ、形状変更があります。これらのチェックボックスをチェックして、断面形状編集ウィンドウに、ストレッチ形状変更制御線を含めることができます。サイズ列には、デフォルトのストレッチの値が表示されます。言い換えると、これは2つの制御線の間の距離を意味しています。これらのストレッチ形状変更の間で制御線を設定し、要素設定ダイアログで、 幅ままたは高さを引きき伸ばすす。ことができますチェックボックスをオフにするとストレッチの値のサイズと制御線が消えますこの場合幅または高さパラメータは固定され要素設定でグレー表示されるため編集できませんダイアログの下部には各断面形状の新しいオフセット形状変更が表示されますこれらは要素インスタンスレベルで 個々の辺または複数の辺をオフセットまたは制御するために使用される断面形状に追加されるオプショナルの制御になります。このパネルの一番下には、新しい形状変更と形状変更削除ボタンがあり、固有のオフセット形状変更を追加削除することができます。拡張された作図レイヤーパネルを使用すると、 様々な要素を簡単に表表示示ままたは非表示できますまた「断面形状編集」の新しい「形状変更」パネルを使用して「断面形状編集」ウィンドウでパラメトリック断面形状を作成および管理することもできます。